ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか？まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。胸元をつきましたが外れました。ボール先行です。3球目は何で来るか。内へのボール外れました。ストライクが入りません。次が4球目。インコース打ちました。いい当たり入れました。ファールボール。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っている柳田。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは山本、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。変化球インコース、ストライクです。内へ持ってきましたが外れました。いいボールですね。インローのストレート、力のあるボールです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。バッターは3番村上。ツーアウトになっています。初球は何で来るか。初球はボールになりました。155キロです。インハイ際どいコース、ボール先行です。いいボールですね。はい、低めにストレートが決まっています。150キロ胸元へ持ってきました。ストライクです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました、流しました。サード取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。太田が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール。次が2球目。ああ、よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。外低めのボール、3ボール1ストライクです。さあ、5球目は何か。ライト方向流しました。取りました。アウト。ワンアウト。バッターは DH 柳田。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース、ファウル。打ちました。山田、ツーアウトになりました。打順は3番坂本。ツーアウトランナーありません。初球ボール。変化球が低めに外れます。ボール先行です。これが3球目。打ちました。痛烈。入れました。ファールボールです。2ボール1ストライクです。際どい。膝元よく見ていきました。ここもファールです。引っ張った。サードうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。2回になります。ジャイアンツの攻撃。打席には5番バッター丸。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。胸元へ決めてきました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。さあ、3球目は何か。打った。高く上がった。頭上打席には5番バッター岡本。ジャイアンツ、この最終回で得点を許しています。小宮山さん、最終回大きな局面を迎えてます。インサイド落ちました。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。ワンアウトランナー。7番バッター浅村。ジャイアンツ、この回1点を失っています。
さあついに得点を許し、なおも得点圏にランナーを背負った場面。いや小宮山さん、やはり先ほどのホームランで乱されましたかね。どうでしょう、まあそういった意味でもこれ以上失点しないで回を終えることですよね。なるほど。さあここはこれ以上失点したくないところ。うちのボール打った、一塁線落ちてフェア、ライト線へのヒット。ジャイアンツさらにピンチが続きます。さあそしてバッターボックスには鳥谷が入ります。さあなおもピンチの場面。この流れで追加点を許してしまうと厳しくなってきますから、そこは一度引き締めてほしいですね。なるほど、そうですね。打ち上げました、取ってアウト。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には甲斐が入っています。さあバッターボックスには代打の山川。小宮山さん、乗り切りたいですね。まあここですよね、ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球から際どいコースをついてきます。一二塁間掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。ジャイアンツ最後の攻撃になります。バッターは丸。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える最終回です。引っ張った村上、一塁そのまま入ってアウト。打順は5番吉田。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、鳥谷、アウト。2アウト。バッターボックス浅村。2アウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが、わずか2球で豪快なスイング打ちました。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。